皆さんこんにちは。恒例の年末特別対談でございます。青山学院大学教授の福井義孝先生をお招きしまして、今年もまたいろいろなことを、一体この世界どうなってたんだろう、どうなってるんだろう、どうなっていくんだろう、こういった問題についてお話を伺いたいと思います。というのはですね、私は本当にいつもこの対談を楽しみにしてまして、目から鱗っていう言葉あるんだけど、本当に福井さんに初めてお会いしてお話があった時から、やっぱりね、こういう見方しなきゃいけないんだっていうのを本当に教えられた気がします。逆にそういう見方、よく私がこのいろんな時事的なことを、批評したりしますけど、福井さんだったらどういうふうに考えるだろうとか、やっぱり考える時は多い時があります。ということで、今年もですね、年末、福井教授においでいただきまして、お話を伺おうということなんですけど、早速なんですけども、今年はいろいろ本当にアメリカの中間選挙も含めていろんなことが起きました。率直に言ってどんな年で1年で区切るわけにいかないんですけども、どんな感じでした今年っていうのは？今年ですか？はい。今年も特にっていうこともないんですが、はい、ほら水島さんといえば陰謀論なんですけど、それでね、この人ぐらいズカッという人はいないんだけどね。でもね、水島さんのこの陰謀論結構いいとこ言ってんですよね。例えばね、まずほら、コロナ、コロナなんですけどね、これね、例えばランセットってありますよね。聞いたことあります。世界で最も有名な医学雑誌で、ランセットっていうのはですね、コロナの委員会っていうのを作ったんですよ。それで最初のうち自然発生説で、自然じゃなくて人工説は陰謀論だって言われてませんでした？言ってましたね。言ってましたね。で、例えばこれがね、最初に出たランセットがですね、これね、これ2020年の秋に出たんですよ。もう2年前なんだ。そう。で、ここにこの赤線引いてあるところに書いたんですけど、証拠はもうこれはその自然発生だとね、そんな人工説じゃないと書いたんですよ。で、多くの人がランセットも言ってるじゃないかとね、こんなもん自然発生に決まってんじゃないかと。それに対して実はこれはこの研究所で作ったんじゃないかとか言うと、これもう禁止されてたでしょ？そう言われましたね。言ったらもう研究所でねやってたんじゃないかとか。そう言って、でそれが突然ですね、ある時期から突然これが、それまでツイッターとかも載せられなかったのが、いきなりこれが OK になるっていう、で今まで陰謀論で批判してた人はそれで反省したのかというと、知らん顔してるわけですよね。いや、よくわかります。そうですね。それまでその水島さんをはじめとする陰謀論者をこき下ろしておきながら、いや実はひょっとしたら人工かもしれませんとか、でそれでまたこれランセットがまた出したわけですよ。これまた新しいあれです。新しい。これ今年の秋に出たんですけど、でね。でこれもう長々としたやつでね、ちょっと僕だから要点のとこだけコピーしてきたんですけども、これね、今度赤線引いたんですけど、これもね、今度は一つは自然発生の可能性もあるけれども、二つ目の可能性としてこれは人工じゃないかと。世界で最も有名で権威があるということになっているランセットも、もう人工説に、半分ですけどお墨付きを与えて、あとですね、やっぱりじゃあ中国のせいなのかっていうとですね、これがまた話がこんがらがってきておりまして、ここに書いてあるんですが、インディペンデント・リサーチャーズ、独立したですね、研究者が、アメリカの研究所におけるこの問題の発生について調べることができていないと。ウーハンじゃありませんよ。そうなんですよね。それでここでもちろんウーハンのことも書いてあります。それでアメリカの科学研究の大スポンサーである NIH ナショナル・インスティテュート・ヘルスっていうのが、全く協力しないとまで書かれてるわけですよ。なるほどね。だから水島さんの言うことも結構いいとこ言ってると。そうです。皆さんよくお分かりいただけましたでしょうか。ということなんだけど、ただ本当に普通に考えるとね、まあこれ状況証拠しか我々はもう科学者じゃないから分かりませんけど、やっぱりいわゆるファウチというね、アメリカのまあ代表するね、こういったウイルス研究というかね。もう一つそれと武漢という、ね場所、武漢の研究所とか、ああいう形のその隠し方とか、ああいうのを見てると、それから$3000万でしたっか、武漢にねお金を300だったかちょっと間違ったらごめんなさいねというようなことをやってるようなことを見ると、やっぱり他の製薬会社もそうなんですけど、中国は、まあ、いわゆる製薬っていうと毒とか。いろんなものを垂れ流しても意外と大丈夫な場所、だからみんなこういうのって実験させるとかね、いろんなことをやってたことを見るとね、やっぱり単に中国だけが悪いというねじゃなくて、アメリカもそういうものを委託してた、あるいは共同研究してた。でもっと言うと細菌兵器としてのねことを、まあ、想定に頭のいい人は入れてたんじゃないか。つまりいろんな分野がお金になる。なんだかついに公衆衛生、まあ、ウイルスとかそういうところまでね、あるいはもっと言うと遺伝子的な人間のその部分までねビジネスになりうるこういうことをやっぱり頭のいい、まあ人たちは考えるんじゃないかという気がしててね。意外と私は単純なとこあって、孫子とか韓非子とかこういうものと、もう一つは人間が大体こういう人たちはみんな金儲けとか利のためにやるって考えると、利のためだったら何だってやるっていうのは世界見てやるとみんなそうだと。となるとこの問題もね実際に例のワクチン会社相当大儲けしたっていうかね、いう気がしてるんでね、そのことを考えると、ついに人間の健康や命っていうねこういうとこまでビジネスのね手が回ってきた。公衆衛生の部分までついにそういう対象になった、戦略的な対象になった。生物兵器だけではないものにね広がってるっていうだから私はこれも陰謀論ですけどね、また僕って笑われちゃうんだけど、例えばアフリカのところ諸国って今人口爆発も できてるし、それともう一つ今言ったメガソーラー自然エネルギーとか言ってるのは、実はアフリカとかアジアとか南アメリカのね新興国の工業発展とかね、これ抑えちゃう、いつまでも適当なとこに置いとくね、そういうまあこれも陰謀というね、でも結果としてはそういうなっていくだろう。で我々の国もやたらと今メガソーラーをねやろうとしてるけども、原発やらないで、こういうのはつまり少なくとも全体的な流れとしては、ドイツや我々の国をなんていうんですか大きな国アメリカや中国に対抗できるような国にさせないっていうね、そういうある種の流れがやっぱり1990年あたりからまあ構造改革ですけどもこれあったんじゃないかってね気がしてるんですけどね。いやその1990年代っていうのはいわゆる冷戦が終わってからですよね。そうですね。でいやそれはですね別に陰謀論とかじゃなくて、キッシンジャーは1990年代のドイツでのインタビューではっきり言ってるんですけども、アメリカはドイツが覇権国になるのを2回戦争で止めたと。やっぱりね。でおそらくキッシンジャー本人ユダヤ人なので、そこにユダヤ人問題とか全然言ってないんですよ。とにかく覇権国になるのを止めたんだ。だから冷戦後再度ドイツが覇権国になるのは、これは好ましいことではないと、一生脅かすような発言をドイツのインタビューでしてるんですよね。これね。それでもほとんど日本も当てはまるんじゃないかっていうね。まあそういうことでしょうね。だからドイツではですね、ベルリンの壁は実は西ドイツを守ってたんだっていう人もいるんですよ。なるほど。それはこれが不意的なでもそうなんですよね。だから結果としてはそうだったんですよ。ソ連あるいは東側と対立する上で、日本とか西ドイツをあまりいじめなかったわけですよね。そうですね。でこれベルリンの壁がなくなってソ連がなくなったら、今度は日本とそのドイツを抑え込まなきゃいけないという、なかなかそういう意見もうがった意見もあるわけなんですよね。だって本当にまあ、いろんなその、ね、歴史あるから、でもウィーン条約からずっと第一次世界大戦、それからまあロシア革命もあったし、それから今に至るのを見てるとね、ドイツとロシアがくっつくと相当英米っていうかそういう国にとって相当まずい、つまり、まあ、大陸国家っていうかこういう国がつながっちゃってね、ユーラシアを横断する、下手をしたらこれが、まあ、これからもそうなんですけど、下手したら中国までね、イーロン・マスクなんか言ってるのはそのイメージあるんじゃないかっていうね。でこの間何ですか大阪の維新の会が中国との港湾提携、つまり一帯一路の一番先兵になるっていうのを決めたっていうのを見ると、やっぱりいわゆる今までのアングロサクソンというのかな、まあ、ユダヤも含めてね、今までのそういう英米型のあれからユーラシアを横断するようなでドイツの、まあ、技術や労働の質でロシアの地下資源、それから中国のああいった乱暴者のすごい便利なんですよね。私から言うと北朝鮮とか中国はね、アメリカにとっても何にとっても何するか分かんないっていうふうにコントロールできれば非常に便利な国だから。ただそれがこうつながっちゃうと、日本までつながったら大変な悪夢になるっていうかね、彼らにとってね、世界が本当に全部ひっくり返る。で特にロシアの場合はやっぱり反ユダヤ感情強いから、だからまあ一般的にもよく言われるのはロシア革命はユダヤ革命みたいなね、いう人もいるし、私もそれに近いところはあるんですけどね、そういうような世界がこういう形で動いてっちゃうと、まあこれも全部陰謀論って言われるんですけどね、ただ本当にただそういうこう一種の地政学的な意味でも流れがね、今までのこの世界の支配構造みたいのから違うものが生まれてるんじゃないかっていう気がちょっとねしててね、そこまで言ってないかもわかんないですけどね。まあどこでもですね、大国っていうのは、まあ自らの政治的な独立を維持するだけじゃなくて、一定程度の勢力を権を確保しようとするわけですよね。まあそれはいいんですけれども、アメリカの場合はですね、全部勢力圏にしようという、結構得意な発想なんですよね。ここがね、ここが19世紀のイギリスと違うのは、19世紀のイギリスの覇権国でしたが、基本的にはですねバランサーなわけですよ。もうどっかが強くならないように弱い方に肩入れすると。そうですよね。だから日本なんかいいように利用されたっていうかね、日露日清ね。そうです。だから日露戦争の当時はロシアを抑えるために日本は要はイギリスの番犬になったわけですよね。そうですよね。今度日本が大きくなりすぎると、これまた困った存在だというふうに思われると。それに対してアメリカの場合はもう全部自分の言うことを聞かせるっていうのは、ただこれアメリカ人の全ての意思っていう感じでもないんですよね、これがね。それにあくまでも抵抗する人も、まあトランプもまあどちらかってそうですが、例えば上院議員のランドポール上院議員、この人はだからウクライナ介入にも極めて批判的な人ですけども、でイラクとの戦争も一貫して反対してた人なわけですよね。まあそういう勢力もあると。いやだから本当おっしゃるように、まあ私なんかは今言った福井さんおっしゃる世界をね、自分の国の価値観でね、みんなまとめよう、なんとかカラー革命っていろいろあったじゃないですか、あれでいやオレンジ革命とかね、だこういうようなこと自体が、とんでもない話でね、私から言うとね、我々の日本から言えば、それぞれがカラーが違っていいわけだけども、でも基本的にはネオコンの人たちのね、ブッシュからもうオバマや、具体的に今のね、バイデンまで、ほとんどネオコンが実際は政権中枢握ってね、その世界にそういうものを押し付けていくっていうか。だからまあ私は別にロシアびいきと言われる筋合いはないんだけども、だってじゃあアメリカはベトナムとかイラクとかね、散々悪いことね、やってるのにね、なんでロシアだけ急にね、非難するのっていうね、ごく当たり前の発想なんですよ、私から言うとね、陰謀というよりね、そこまで高級にいかないぐらいでね、だからそういうのともう一つは今回の場合もエネルギーにしろ食料にしろ、なんですか、武器ですね、武器商人三空複合体、アイゼンハワー言ってたように本当に儲かってるじゃないですか、ウクライナで。でも結局あれはね、それともう一つロシアのエネルギー利権と食料利権が手に入りゃもう言うことないし、結局これでネオコンの世界イメージが固定できるっていうね。だからとにかくウクライナ頑張れっていうね、頑張れというよりも勝つまで戦いっつってるわけですよね。本当にこれ我々のもし何かあった時、中国もそういう役割になってると思ってるんで、あんまり右と左とかね、私の言う反中っていうのはちょっとまあ陰謀論的な反中ですからそういう意味で言うとアメリカと結託して台湾もそういう扱いされるだろうと思ってるんですよ。日本も同じようにされる、この人たちの手でどういう形で料理されるか。ウクライナ見てると一番わかるんで、一番危険なのはみんながうちのというか我が国の保守がね、ウクライナ頑張れって一辺倒でこのバカみたいに言ってるっていうね、こういう状態見たら本当に業しやすい国だっていうね感じがするんですけどね。これは福井教授の教唆扇動による影響を受けてるんですけどね。その話題出ると思ってだから陰謀論って言われないようにね、ニューヨーク・タイムズの記事でちょっと見てみようかと思って。これはもう向こうのね立派なそうするとね、これねちょっと前に出たんですよ。これねウクライナを新しい兵器の実験場にしてるって、いやニューヨーク・タイムズですよ。水島陰謀論じゃなくて敵対してるとこですからね、これは。だからニューヨーク・タイムズも時々ね、だからニューヨーク・タイムズもちょっともういいことを言うなっていう記事が時々出るんですよね、これね。だから朝日も同じでねそういうことですか。いやだから本当にこの通りだと思いますよ。で先ほどほらネオコンのその支配とかね、ディープステートとか、もうそういうと必ず陰謀論と言われるんですけど、アメリカでおそらく一番有名な政治学者の一人であるミア・シャイマーもそう言ってるわけです。アメリカはねもう選挙で決まらないと、誰が大統領になろうがもうネオコンのエスタブリッシュメントが外交を、ネオコンというか広い意味での介入主義者たちと言ってんですよね。ただオバマはねこれなんとか押しとどめようとしたんですよ。本当ですか？本当で大きなほらシリアでほらレッドラインがどうとか言ったけど介入しなかったでしょ。あれはねオバマの抵抗だって言うんですよ。でもあれ私から言うとね、あれロシアにとってシリアを失うっていうのはもう完璧にね、全てを失う。もっと言うとエネルギー、中東のシリアを抑えてるから中東の石油とかこういうもののあれとつながってるんでね、あれが自由にこう東欧とかあっち行くようになったら中東のあれがロシアは指名制せられるって感じが私は持っててね。だからアメリカのオバマと折り合いつけたっていうか、オバマじゃなくてアメリカとねロシアはあの時はトランプ、あれはオバマが最初あって、その後トランプがね、あれもトランプもいい加減なミサイル撃ったりね、してましたけど、もう完全にやらせみたいなねなってましたからね。だからやっぱりこのニューヨーク・タイムズが言ってる話戻るけども、本当に武器のね、中古品の総ざらい、今回の我々の国の500発トマホークっていうのもね、在庫中古品を全部ね、日本に買わせるっていうね、もう本当に見事だと思いますけどね。いやでもねまだ日本が買う分はねいいんですよ、横流ししないから。あ、そうか、それですね。だから日本はすごいらしいですね。だから日本が買う分は世界平和に貢献するんですけども、絶対使わないし。ところがね、今ウクライナに行ってるはずの兵器が周辺国にもそうらしいですね。これはだから記事にもなってますけども、だからね、今はこうヨーロッパ中こう悪い人たちに武器が渡っているわけですよ。そうですね。これウクライナだけで終わらないね状態になってきますよね。だから、事前策としては全部日本が買った方がいいぐらいです。あ、なるほど。まあもうお金ありますからね、日本は。まあその程度のお金で、そうすると世界平和には貢献できるんじゃないかと。なるほど。どうですか、その、まあ、もう一つはね、やっぱりまあ、我々ちょっと国防会議っていう桜でやってるんだけど、優秀な自衛隊 OB なんかはもうとにかくアメリカはあそこを長引かせたい、で最終的には何ですか、小型核でも何でもね、使いたい、もしかしたら原発使ってね、ロシアがやったみたいなね、核使ったみたいなね、ことやりかねない、こんな感じのね、ことだって考えてんじゃないか、どうも使わせたくてしょうがないみたいな感じがしてしょうがないんですけどね。この問題は、例えばおそらく水島さんと政治的立場が全然逆の、オリバー・ストーン監督、有名な左翼、左翼ですね、あれも同じこと言ってるわけですよ。あ、そうですか。だから日本と違うのは、アメリカのその筋金入りの左翼はですね、結構水島さんに近いと。そうか、俺も細工だったのか。いやいや、本当に。ただね、ネオコンサバティブっつってもね、私はこれトロツキストだと思ってるから、単なる世界革命論者でね、ただそれが共産主義を言わないで、そのなんていうんですか、民主主義だ、自由だね、人権だとか言って、こういういい加減なこと言ってる人たちだと思ってるから、基本的には左翼だと思ってるんですけどね。ただそのアメリカの世界の救世主になれっていうメシアニズムっていうのは、これはアメリカに伝統的な発想で、ウィルソン大統領そうでしたよね。そうですね。これと今言ったネオカンサバティブの人っていうのは、これなかなか相性がいいわけなんですよね。いいですね。相性がいい。大体だってウィルソンの周りにいた人たちは、そのなんですか、ハウスなんとかとかね、どうもマンデルっていうんだよね、マンデラって言いそうでしょうもないんだけど、マンデルハウスですよね。だからあそこの後ろにいる人たちってのは、やっぱりユダヤのね、人が中心になってるとかね、言われてるしね、またすぐ陰謀論って言うんだけど、違うんですよ。ユダヤの人は優秀なんですから、そういうねと私は言ってるんですけどね。だからそういう意味で言うと、世界のその彼らの今言った自分の国で価値観をね、世界中に押し付けるっていうのと、そういう人たちのそれを支えてる人たちの商売もそれとして非常にうまくいく。まあそうですよね。というね、だからだからこれ、まあ、陰謀論と言われるのはしょうがないんだけど、ただやっぱり今言って政治っていうのは、実はその民主主義とかなんとか理念でね、動いてるのはほとんどないと、建前くっつけるだけだとさ、その時、だからこう見るとね、やっぱり戦争は商売で戦争は儲かる。どんな歴史見てもどうですか、その彼らは、まあはっきりとロスシャルドとかいろんなそういうね、アメリカでいうとモルガンとかね、こういう人たちってのはどんどん金貸して戦争を起きると、いろんな国でも自国でも金貸して儲けてるじゃないですか、戦争で。だからその条件は自国ではしないということ、よその国同心させるっていうのが。そうですよね。だからウクライナもまさにそうなってるわけですよね。なんでね、これ、やめたくないのは分かるっていうね。それともう一つ大きな夢を彼らが描いてるのは、その中国なんじゃないかと。中国をどうやってね、ウクライナ的なものにしてね、商売マーケットに中国の人と土地をね。だから私は全然その米中対立ってもちろんあるけども、まあ表面上それあるし、理念も違うしあれなんだけど、だからどこまで習近平っていうのの個性とかああいうのはあれなんですけど、さっき言った程度見てると、まあ、これこれちょっと福井さんにもこれ雑談として聞きたいんだけど、今ゼロコロナ政策やって、で、まあ、これ多分江沢民派とかこれやったって、これも陰謀論的ですけど、これね白紙革命みたいなのを若い人がやった、そしたら政策転換して今やったら爆発的に今中国広がってるじゃないですか。これってのは自然発生的だと思います。いや、そもそも爆発的に広がったのか、もともと広がってたのか。なるほど。今爆発的に広がってるのは統計上爆発的に広がってるだけですよね。やめちゃいましたね、発表ね。確かにね、水島さんがおっしゃるように、米中対立っていうのは本当かなっていうのが。いや、そうなんですよ。特にバイデン政権はね、トランプ政権ならちょっとね、あれだけど、やっぱりどっかでやらせっぽいっていうね、いやだからそのこの間も言ったように、ちょっとこれ自分の別の番組で言ったんだけど、台湾の問題も、あれって本当に台湾守って大変だよと言ってるけども、アメリカはイーロン・マスクがやってるように最終的には台湾を特別区にね、すればいいと思ってるんじゃないかと、少なくともバイデン政権は。で、中国であれ台湾軍は国民党軍ですから、あれだから我々は台湾軍というといかにも民進党と一体化してね中国と戦うなんて思ってるんです。そうじゃないんじゃないかっていうね、228事件というのは台湾であったんですけど、だから現実の台湾っていうのはウクライナみたいにね、アゾフ大隊と思った方がいいと、国民党はね、ある意味で言うと都合のいいところで転ぶし、アメリカがイニシアチブがもし取るのやり方がそう中共とのやらせでやるようになったら、現実的にはちょっと私はね、台湾っていうのはまず一部の例えば台北の部分だけとか高雄の方の南の方だけ中国が占領する、そうするとどうするんだろうと、アメリカは核も使えない、何も使えないで、地上軍も送れない、結局何らかの形でね妥協していくっていう、もうそういう筋書きがそれしかないかもわかんないと思ったんですけどね。だからそれは何とも言えませんけれども、ただアメリカにとって台湾が本当に重要かどうかっていう問題ですよね。そうなんですよ。今ちょうど TSMC っていうね、半導体のあれもアリゾナに持ってきたり、日本に持ってきたりとか、だから分散してるっていう、あれが一番今もし全部握られると相当まずいですよね。急に今、すぐにやるとはわからないですけども、占領されて台湾を急に占領されて中国が半導体の全てをね TSMC のあれ握ると、相当将来的には中国が有利になりますよね、これと思うんですけどね。ただ科学技術っていうのは隠せない問題なので、時間が経てばどうっていうこともない問題なんですよね、これね。で、中国はやっぱりロシアと違って決定的に弱いのは、自国ではエネルギーが自給できないということです。そうですね。だからアメリカにとってもそんなに脅威でもないと思うんですよね。だから昔ブレジンスキーがそういうこと言ってたじゃないですか。でも本当に本当にね、いやだから彼らのその昔の話で言うと。毛沢東がいた頃ね、キッシンジャーにね、キッシンジャーだったと思う、ちょっと間違ったらごめんなさい、どうせ核撃たせて俺たちは奥地行ってね、人民戦争の海に米軍を上陸させてね、本当に、こいつら殲滅するんだってね、でキッシンジャー仰天したとかいう、そういう話どっかで読んだことあるような気がするんだけど、そのぐらいの感じでアメリカにそういう意味での。こいつらちょっと違うなというね何するか分かんないパターンってのは金正恩もそうだけど、こういうことをやってるんでね、どこまでアメリカはその中国にねコミットの仕方、少なくともトランプほど中国共産党体制は潰さない、習近平体制が変わったらまた何か。ナーナーでやっていくと、これもともとナーナーな存在だと思ってるんだけども、その辺どうですか、これ中国っていう存在。じゃあ今だって決定的に本当に対立してるかどうかっていうことですよね。でしょ、おっしゃる通りです。そうです。だって本当に対立するんだったら、例えば日米1940年の日米の関係、もう禁輸するとか、そういうこと別にしてないで、一応こう言葉が勇ましいだけの段階なんですよね。いや、私ね、決定的にねこの天安門事件の時ね、日本に制裁幹事をやらせてね、天皇陛下まで訪中していただいたね、あれなんかそんな根性のあるね日本の政治家いるわけないから、アメリカがね、お前行ってこいと、お前が口引きれと、やったと思ってるんですよ。まあそれはどうか分かんないですが、日本の外交がアメリカの意向を無視してできるっていうことはちょっと考えられないですよ。考えられないでしょ。それは考えられない。全く考えられないですよね。だからやっぱり私はあれで口引きってあれが全部解除になりましたからね。日本が先頭切ったから、だからそういう意味での常に中国との対立や、ロシアもそうだったけども、これちょっと私もうここ1、2年ですけどね、福井教授の影響なんでしょう、これは。ね、素直に見るのやめようっていうねとにかくメディアが言ってることはほとんど意図した報道でしかないっていうのはね、今までもちろん偏向報道だなんだって私もやってきましたけどね、ここまで来てるっていうね感じがしみじみ持ってるんですよね。あとは水島さんも感じ取られると思いますけど、いわゆる保守と言われる人がすごい今のアメリカの政策をこう擁護するんですよね。そうなんですよ。そこはそれはそれで奇妙な光景でありますよね。いや全く、私はだからみんな正直言うと朝日新聞から産経新聞までね、もっと言うと今の雑誌「正論」「ウィル」「花田」全部みんな同じ穴の無地だなと思ってね、そういうふうにこれから見ようと、いいことも言ってるのも記事とかいろんなものあるから、それはねそれであれだけど、今おっしゃるように基本的にはアメリカのその思惑をね知ってか知らずか、それを肯定するっていうね。それもむしろアメリカっていうよりアメリカ多様な意見があるんですが、今のこのエスタブリッシュメントの発想、ミア・シャイマンも言ってますけど、選挙では変えられないエスタブリッシュメント。ミア・シャイマンはこの間よくね産経新聞に記事出たなと思って、やっぱり日本ブランド志向だからいやだからおいおいあんたと違うものをねミア・シャイマン言ってるよと、あれ本当に納得できる説明なんですよ、確かにとね。それでむしろですね、アメリカではネオコンサバティブじゃない伝統的な保守の人っていうのはウクライナ戦争には非常に懐疑的なわけですよね。これがで、その人たちの意見が意外なほど日本ではこの紹介されないっていうか、そこはちょっとちょっとね、日本の場合アメリカの政権あれほどね、私は日本の保守っていう称する人たち、私は本当に一線隠してもあんたらとは申し訳ないが違うっていうね、言い方になってるんですよ最近ね。であれほどトランプを応援してたような人たちがね、今やこのウクライナ戦争で、そういうのとバイデンあれでこき下ろしてたね、人たちが今自由だ民主だっつってね、もう幼児対抗化現象みたいなね、ことを言って林立ててるっていうね、これなんでしょうかねこれ。いやだから知的な大敗というかね、本当もともと保守的な人っていうのは、日米戦争に関してはですね、日本だけが悪いとは思わないという人が多かったんでしょう。そうでもなかったんですか。いや日本だけが悪いなんてことはないって当然言ってますよ。そうすると日米戦争の経緯と今回のこのウクライナ戦争の経緯は似てませんかと私も言ったんですよ。ぎゅうぎゅうやられてね、しょうがないからロシアがね、だって2014年あたりのねあたりをもっと前からちょっと名前はポロシェンコだったかなあれだったかなね親ロ政権が親米政権に変わって2014年4年ですよね。それからマイダン革命とかね、なんか言ってて、全部アメリカの CIA とか今の国務次官ですか、あれヌーランドとかね、ビクトリア・ヌーランド、あれなんかデモ買ってチョコレート配ってたっていうね。いやそれでね、ヌーランドさんもちょっと間が抜けてんですけど、傍受されたんですよあの時。なんかありましたね。それであれ何やれたんでしたか。あれね、じゃあ次はこいつ首相にしようって言って名前まで出して。でその通りになったんですけど、それ傍受されてたんです。それだから暴露されたんですよね。これは本当の間抜けですよね。間抜け、だからそういう人たちがね今中心になってね、ブリンケンも含めてヌーランドとか、こういうネオコンたちがね、今やっぱりウクライナやってるっていうね、この危険というのはかなりはやっぱりちょっと抑制が、例えばキッシンジャーですらね、もう和平した方がいいんじゃないのって、あれ嘘じゃないと思うんですよね。そうキッシンジャーはですね、下手な人だからね、そうここまでやってしまうとむしろアメリカにとってマイナスだろうっていう常識が働いてるんですよ。いやそこなんですよ、いくらねああいうしたたかな人でそのユダヤの人たちのね、利益も全部含めて総合的に、それから民主主義とか理念のあれも本当は嘘だけどね、ちゃんとバランス取りながらね、やるっていうそういうものがあったじゃないですか。だからね本当に悪い人とはキッシンジャーみたいな話ができるんですけど、もうね今のそのネオコンサバティブの人たちはそれこそ合理的に説明ができない行動をしてますよね。そうなんですよね。でその突っ走っちゃってね、例えば私はっきり言ってなんとかどういう形にしろ偽旗じゃないけどもロシアが核を使ったっていうね形に持ってきたがってるっていうのはもうあれだけ粘ってねやって、でもどんどん対空ミサイルとか供与してるから、ロシアも苦しんでるでしょ確かに、となるともうその先は戦術核みたいなね、あるいはあそこの例の原発の爆破みたいなね、世のことをやってほらロシアのせいだみたいなね形に従ってるんじゃないかっていうね、そこまでいかないと収まらないんじゃないかっていうね。あとはだからなるべく長引かせると消耗戦にすると、 そうですよね、でそれでロシアが疲弊してロシア国内の不満が高まるのを待っているんでしょうが、おそらくロシアは踏ん張り切るでしょうね。いや私もそう思うんですよ、ナポレオンの時も何の時もなしの時もね、もう耐えることについては収容所の軍刀だって読めば分かるようにね、それでいい違うようにああいう人たちですからね、それは粘りますよね、絶対。だからそこのところでロシアを攻めた人たちは最後やられちゃうっていうね。でおっしゃるように資源があるじゃないですか、少なくとも食い物とエネルギーがあればね、なんとか人間生きてきますもんね、まあ、ロシアの強いのはそこですよね。食料とエネルギーに不安がないので、まあ、それ以外のことは我慢しなきゃいけないですが、まあ、死にはしないです。小声もしないです。中国と違うとかそこですよね。何もないですもんね向こうはね、だからネオコンサバティブはやっぱりロシアを一番、敵として、そうですね。まあ、中国はまあまあいいかなっていうことなんでしょう。そうですよね。だからそれもね日本の保守の言論会の論調もそうなんですよ。ソ連とロシアをね、それは共通点もあるけども。とにかく専制君主とか専制とかね、こういう理念で片付けちゃってるっていうね、でもロシアの持ってる私は文化的な価値っていうのがすごく実はスラブ民族主義的なものとかね、ギリシャ正教じゃないロシア正教とか、こういったものをスラブ人が持ってる伝統的なものっていうのはやっぱり特殊なもんであってね、スラブ独特のもんだと思ってるんですよ。いやでも19世紀的な発想でいくと、各国勢力圏があるので、だから割と古風な発想ですよ。だからここまではロシアの勢力圏と、そうです、だから大体基本は大体ポーランドあたりがね中間線ぐらいのね、まあそうですね、統合のもだからウクライナまではロシアの勢力圏っていう発想で、そこがだからアメリカとは違うわけです。アメリカは世界全部勢力圏でしょ。そうですね。それはこれって治らないですかね本当ね。アメリカのね共和党もそうだったけども、基本的には自分がナンバー1で、イギリスのようなしたたかじゃないから、ストレートに軍隊をどんどん送ってきた。それではっきり言うと成功してきたっていうかね。ベトナム戦争であれだけひどい目あって、若者たちはたくさんアメリカ人死んだけど、結局のところでもああいうのを繰り返しながらねアメリカの支配っていうのはね強まっていくっていうか、まあだからベトナム戦争で死んだって言っても数万人ですから。そうですよね、いやあれでね誰かが言ってまして面白いなと思ったのはあの時代にソ連が北ベトナムを応援してたじゃないですか、あの時なんか最恵国大砲とかね、ソ連に援助してるんですよねアメリカがね。あれだけやりながらねなんだこりゃっていうね感じがやっぱりちょっと私なんかねそう思いましたけどね。ああいうこう例えば福井さんの場合民族闘争っていうかベトナム人のね、はい、民族闘争っていうのもあるじゃないですか、それと同時にアメリカはまあドミノ理論みたいな、これ共産主義がこれで蔓延するからって、はい、あれ本当に考えてたんですかね。いやそれは分かんないですよ、でもベトナム戦争が泥沼になったことは確かですよね、そうですよね、で結局最後もまあ引き上げちゃったっていうか、はい、負けたっていう形で、ね引き上げちゃったっていうね、はい、これよくねその保守の人たちはああいうふうにベトナムがやればね、日本も大東亜戦争はね、本土決戦やればよかったんだと、やればね、はい、最後は勝つかもわからないとかね、はい、その理念が残ったと日本のね、日本精神がとか、これ亡くなった西部進先生なんかはねそういう本土決戦やるべきだったと、1000万人死んでもいいと。嫌ですけど僕は。いやいやだから私は天皇陛下はそういうふうにお考えにならなかったからね、これはごく当たり前の話でね、民族そのものが抹殺されるっていうね、でこれもだから本当に抹殺しても平気だっていう国だっていうのがちょっと私はあるんですよね。枯葉剤撒いたりね、本当原爆を落としたりするっていうね、これ別に私は反米ではなくてジャズも好きだしカントリー&ウェスタンも好きだ、アメリカ好きな人間なんだけど、ただこの政治的な側面っていうのは本当にこれ非常に厳しい、人を人と思わないって、もう一つはいわゆる差別というか人種差別的なものはすごく実は私は日本に対してあるんじゃないかって、猿の惑星的なね、あれがモデルだって言われてるけど、まあよくモデルだと言われてますよね、日本はね。いややっぱり私はアメリカへこうちょっとドラマとか映画の撮影でかなり行ってるんですよね。そうすると別に表面上はないけどもさりげなくレストラン行けば便所の近くとかね、入り口の近くとかねあんないいとこあるのに絶対案内してくれないとかね、いろんなこう受けたことあってね、やっぱりそういうのはこれアメリカがこういう国なんだっていうね。ただね、人種的偏見と対外的なその介入っていうのは僕は意外なほど関係ないと思います、そうですか。なぜかっていうと、そのまあアメリカ人の中ででもですね、人種的な偏見っていうほどでもありませんが、もうアメリカがいいと思っているような人は逆にその対外介入に伝統的に批判的ですからね。ああ、まあそれはそうですね。だから代表的な例は1924年の移民法、日本で排日移民法と言われている法律に賛成したのはどっちかというと一般国民で、国際派と言われている人は反対したわけですよ。なるほど。で積極的に日本との戦争を望んだ人たちは国際派でしょ。だからね、人種的偏見とね戦争は僕あんまり関係ないと思います。なるほどね。いや実はそれなぜそれはちょっとね従したっていうと、今言った BLM ですか、はい、とかね、はい、やたらとこうなんか白人がもともと悪いんだみたいなね、そういうのは、まあ、前もちょっとお話しいただいたけど、はい、流行ってるっていう、これ自体は私は基本的にユダヤに対するね、差別意識とかね、こういうものに対するそれとつながってると思ってるんですよ。人種差別がいけないっていうのはね、どうしてもそういうものの中でこれはあっちゃいけないことですしね、我々そういうのないじゃないですか。ユダヤに対しても黒人に対してもね、あるいはイエローに対してもね、私たちは基本的にはないと思うんですけども、ただやっぱりそういうものの表れとして今ああいう歴史観というか自虐史観的なアメリカ自体に対するこういうものをなんか私はそこのいわゆるヨーロッパ社会とか特にロシアとかね、ロシアが憎まれるのはやっぱりかなりユダヤ人差別があったっていう歴史みたいなねことを聞きますからね。だからそういう意味で言うと実はこれ亡くなった笠井秀明さんがおっしゃってたんだけど、我々はユダヤ人に似てるんだと、アジア人にもなれないしヨーロッパ人にもなれないと、白人の中にも入れない、まあそれは独自だからいいっていう意味もあるんですけども、その悲哀というのをなんか猿の惑星とやるのといいのとまあ私が最近ちょっとずっと言い続けてるのは、日本人の世界観とか発酵一部っていうね、こういう世界観っていうのはどうしてもネオコン、悪い形だとネオコンだし、旧約聖書の中から始まった先民思想的なね、ユダヤの人たちのそういう価値観、国境なんかなくていい、みんな世界中に散らばってちゃんとねやればいいというようなグローバリズムのあれとは、我々の国はやっぱり家族のようにみんな違ってみんないいというね、それぞれがみんな国が違って、まあトランプがやってるようにみんなその国ファーストでね、まあ、やれれば一番理想というね、この辺のとこが根本的に対立、そのユダヤの人たちのねするんじゃないかというね、そこのところが一番危険なという、もう一つは世界で皇室が一番古い歴史や伝統があると、逆立ちしてもアメリカが追いつかないのは本当唯一それだけですからという気があってね、核兵器、核武装を日本に増し絶対させないっていうのは、そういう世界観の優越みたいなもの、それから兵隊さんたちが二等兵や一等兵の最下層の兵隊や特攻隊もそうだけど、喜んでそのなんていうんですか、出撃する、これは西欧でいうとノーブレス・オブリジューって、貴族系の人しかね、貴族階級、まあ精神的にも物質的にもそうだけど、こういうものしかないのにね、右翼っぽく言ってるなと思って聞こえるかわかんないけど、でも私はね、そういうそのおおらかさとか支配とか非支配のやり方とか、そういうものも古事記の国譲りみたいな形でね、絶対に絶滅させない、相手のあれも生かすというね、この辺のところでいうと、今のグローバリズムの言うこと聞かないやつはぶっ潰すみたいなね、ネオコン的な世界観と本当に全然違うんじゃないかっていうね、だから嫌がられてるんじゃないかというものは、自分たちを褒めすぎですかね。まあでも最近はそんなに嫌がられてませんよね。そうですか。うん、世界的に国力がもう落ちてきてると思われてるから。ああ、そうね。だから、貧乏になるとかわいそうにと、同情してくれるっていうね。そうそうそう。あ、もうだから半全敗だってことですね。危険じゃないと。だからね、岸田さんは大戦略家かもしれませんよ。なるほど。いや、僕、岸田さんがすごいと思ったのは、サハリンの利権は離さないと。あ、2ですね。サハリン2。そう。はい、だってヨーロッパ各国は全てロシアと縁切りを強制的にさせられたのに、のらりくらりとかわしてるわけでしょ。いや、だから俺はね、まあそういう意味で言うと私もね、ボロクソに言ってね、でもまあでも 10% ずっとロシアとのエネルギーの付き合いあった、あれがなくなってね、でもあれも取られそうになったら、そこだけはしぶとくね、抱きついてね。というのは、それはヒットですよね。それはだからね、認めてやるべきかな。岸田さんだからできたのかも。安倍さんだったらプーチンに近いと思われるから、もっと妨害されたかもしれませんよね。ああ、かもわかんないですね。ああ、だからまあ単純にこいつ何もないから、商売上もね、ちゃんとルート作っといた方がいいってことね。そう思うと岸田さんはやっぱりすごいんじゃないですか。そうです。どういう意味ですごいっつってるのがね。結果的に確保できたわけでしょ。いやいや、結果はそうですね。いやいや、すごいっていうね。あれともう一つは、その無能なソウルによって北方領土とかね、こういうものの現実はやっぱりはっきりしてきましたね。アメリカとかそういうもの自体が、ロシアと付き合わせない、うまく国交とかね、付き合わないようにのために北方四島があったというね。あ、それはもう本当にそうですもんね。だから日ソ国交回復の時には2島で話がついたわけでしょ。そうですね。そうで、それアメリカが4島返還しろと言えと言ったわけでしょ。 それを支持するみたいなね、4島一括返還をね、結局何もできないようにする、ね、だからもう揉め続けると。そうですね。まあでも別にそういうもんですよ、国際政治なんだから。まあそうですね。いや、だからそれをね、日本の保守たちは、分かってるかどうか。最近分かってきたのは、全然分かってなかったっていうね、ウクライナのなんつうの、新婚みたいな形のね、ウクライナ支持とか見てるとね、そんなもんじゃないでしょうという感じがね、まあそうなんですよね。ああ、まあずっとすると、まあ立派な空っぽの総理がね、いて、そういう公用も結果としては、ある時もあったけども、まあもうはっきり言うと私はさっき言ったような、それ陰謀論ですけどね、はい、一番ね、前にも言いましたけど分かりやすいのは「週刊文春」なんですよ。はあ、週刊文春が叩かない人、はい、叩く人、はい、でも岸田さん散々今やられ始めました、はい、で安倍さんももう辞めさせる時はそっと叩かれました、はい、でも菅さんはこの10年間1回もなかったんですね。1回ちょっとらしいもの、はい、ありましたけど批判ではなかったですけどね、取り上げないんですよ。はい、私それを見てアメリカ官房長官のくせに行った時これ次は菅ですねという感じだったんですけど、 CSIS ですか、あれ年次要望書を出してるのは日本がどうしろとかいうやつ、今要望書が年次報告になってる、あれこういう人たちが公明党と二階をね、排除する。今そうなってる。これ福井さんお分かりになると思うけど、私たちはもうだいぶ前から公明党批判やってます、はい、だけど報告書っていうかそれが出る前はで私は予想したんですよ。もうじき始まりますよと、やっとというかついに創学会批判とかね、文春新潮を始めてるんですよ、はい、だから本当にアメリカの何でも言うこと聞くっていうかね、それまで怖がって全然知らなかったんですよ、公明党とか、タブーだった、私もだから学会批判は知らなかったんですね。信仰の自由って言われるとあるから、それはだけど公明党って政党ですからとんでもない政党だと、創価学会の皆さん、支持者の皆さん、公明党のこの政策について文句言ってくださいと、まあ、中国のあれとかね、ジェノサイドとかっていうのを言ってたんですけど。私は本当でもこれも全部陰謀論になるんですけども、ただ明らかに実際に菅さんはこの10年批判なかったです、一回も。それは単に売れないからじゃないですか。いやもちろんそういうのあるんだけど、いや、でもああいうものは売れる、まあ売れないともかくね、批判をすると売れるはずなんですよ、普通はね。あ、でも文藝春秋は出ましたよね、菅さんの弟がJR の子会社の役員になってるとか、ありましたね。だから今言ったように私から言うと「週刊文春」っていうのは、まあ自分の経験から言うと田中角栄の時の、はい、あそこのロッキード事件から、はい、本当これを見てるとある程度分かるってね、それと菅さんの問題もあるいは岸田さんの問題もそれで次の総理も一時例えば自民党みんなそうなんですけどデータ的に言うと最初に出たやつはほとんどならないんですよね。でこんなつまんないと思うでしょうけど、じゃなくて今の岸田さん、まだ内閣改造やって生き延びようとしてますから、生き延びると思いますあんまり言うとあれだけど、そういう学者さんに聞く話じゃないんだけども、今のね、中で我々の国が、それはなぜかっていうと我々の国がこれから草刈り場でいろんな形で利用される、でアメリカとか中国にとってどういう状態なら一番ね、これからの日本の理想っていうのは我々の国の私が考える理想じゃなくて、彼らが東アジアの中で日本がどういう状態でいてくれるのが一番いいだろうと考えるだろうと、それによって動くだろうと思ってるんです。それはやっぱり政権が短命なのが続くのがいいですよね。ですね。なるほどね。それは絶対。さすが。ということは岸田さんもぼちぼち変わらなきゃいけない。でもそんなに弾がありませんよね今。弾ないんですよね。でも岸田さんもラッキーですよね。そうですね。弾がないから、なんか安全牌かもわかんないって思われたんですよね。ところがどっこいだったんですけど、昔はほら派閥ごとに首相候補がいて次狙ってる人いましたけど、今次ってないでしょ。いやだからこれもね、まただから陰謀論かどうかになるんだけども、そういうふうにしたんじゃないかっていうね。小選挙区で小沢一郎っていうのはかつてはあっちのね人たちが非常に言うことを聞く、田中角栄を追い落としたのもそうだし、でその次を握ってねやったんですけど、小選挙区にしたっていうのは本当に既得権益者だけにあれを与えて、中選挙区で政権交代されるとか、新しい人たちが出る余地が、別の意見を言うことができなくなってますよね、今構造的にね、政党が。だから結局小選挙区にすると、その党本部の支配力が強まってしまいますよね。公認されるされないでも決まってしまいますからね。それで運命運ですからね、決まりますから。だからそういう意味で言うとね、日本はもうがんじがらめな状態で。まあでも日本にとってね、僕最大の今後問題は勝負に出ること、一か八かの。だからね、ずるずると言ってる方が相手が自滅するので、結局はいいんじゃないかと思いますね。これが福井理論なんですよね。そう。いや一か八かっていうかね、いやここまで追い詰められて、一番嫌なのは私は。中国の占領なんですね。完全な属国化、今言ったようにそういうことが起きる可能性もあるんじゃないかと思ってるんですね。ただ中国日本占領したら中国から逃げる国なくなりますよ。今中国のお金持ち日本に逃げてるわけでしょ。いやそうです。だから、場所も今土地も買われてるし企業も買われてるし、人材も買われてるっていうね、だからいわゆるここにね拠点をね、移して、我々がその奴隷労働される、日本人民に、ねなるというね、そういうイメージ持ってるんですよ。日本が今言ったように現実的にもう政界財界含めて間接的な支配はねもうかなり完成してるっていうか。例えばアメリカの支配に比べてもですか？もちろんアメリカは基本的にね、全部持って軍事とかそれ全部抑えてますから、情報も抑えてるから、もちろん強いですけども、だからそのアメリカが中国をね、使って支配しやすいようにね、するっていうね、だから草刈り場としてね我々の国がその東アジアでアメリカにとっても中国にとってもどういう国になれば都合がいいかっていうね、それで左右されていくんじゃないかって気がしてね。ただその日本とかアメリカとの類推で中国が考えられないのは、中国のお金持ちは中国っていう国のことを別に気にしてないでしょ。自分の金だけです。あと一族だから中国に支配されるっていう、そういう人に支配されるだけですよね。アメリカの場合は基本的にはアメリカの国家意識があると思いますが、日本だってそうですね。中国は、要は自分の一族だけでしょ、おそらく。まあただそういう意味で言うと我々の国のね水とかね、いろんなものの資源もそうだけども、やっぱり気候とか、これを移すのは別に西安というかあっち移す時もあればね、もしかしたらトンキンにね、やることだって可能なね。私はそのアジア連邦とかなんかの形で一帯一路がそうですけど、彼らが考えた時少なくとも私はアメリカと中国がここを多民族共生地帯にね、していくと、和人もいるけども、白人もいるよ、中国人もいるよ、というようなね、北海道を今実は見てるとその感じがアイヌを使って。独立させようっていうね、あそこ先住民ってみんな認めちゃいましたから、これね元道義の小野寺さんっていう人が調べてるんだけど、土地の爆買いをね、いわゆるスターリン路線の、釧路から留萌までの線から、北の上はほとんど中国買ってないって言うんですよ。こっちばっかり買ってるんですよ、南半分を。まあ今言ったそれさっきの来た人いませんけどね、日本人も留萌釧路より来た日本人自体いませんからね。そう少ない、人口も少ないんだけども、で宗谷のとこだけちょっと買ってるけどね、これはだから非常に今の教科書が赤く塗られてあって北海道まで今白になってるっていうね、で一番沖縄よりも私はね逆にそれこそ民族共生空間、北海道合衆国みたいなね、形で私はその流れ、日本をこれからバラバラにしていくっていうか、こういう流れになるんじゃないかなっていうね。統一国家としての日本をね、失われるっていう、まあそういう危機感を実はね持ってるんですけどね。北海道の人のんびりしてますからね、意外と。みんないい人でね、あれだけど。でもね、水島さんが今おっしゃったので重要なのは、とにかくどんな問題が起ころうと日本人同士なら別に問題は解決できるんですよ、話し合って。だから、やっぱりこの移民を入れないと。入れちゃいけないですけど、限定的にもう日本が好きでしょうがない人入ってもいいですよ、小泉八雲みたいな人ね。でも単に労働力として入れるのは、これはね、まずいですよ。本当にまずいですね。まずい。これはね、前からね、おっしゃってますけど、私がだからずっと安倍内閣、まあ今年っていうか、まああれもそうですけど、安倍内閣の支持をやめたきっかけは移民法で、まあ入管管理法のね改正案ですけど、あれ移民ですから。いろいろ我慢してきたけどね、 TPP からもう何種子法だなんだとかもう全部我慢してきたけども、移民法とアイヌ新法を作ったんでね、これはダメだと、国から変えるんだと、そこまで言っちゃったこと、安倍さんがね、やっぱり70年談話、あれはどう思いましたか。安倍さんの70年談話ってあったじゃないですか。ありましたね。ここは意見が違って、私当時100回ぐらいずっと正論に連載書いてたんですけど、あの時もちょうど、いや安倍ですらこうだったかと、コミンテル士官は脱却したかもわかんないけども、結局東京裁判士官はね認めてしまった。ところがあの時私はショックだったのは、お亡くなりになった渡辺正一先生とかあれとかよくやったとなんでっていうね、教わったのも渡辺先生みたいな人から東京裁判ダメですっていうのはねしっかりいろいろ細かく話聞いたんで、あれは福井さんはどう考えました。しかしあれはその前に、今の上皇による先制攻撃があったわけでしょ。ありましたね、もちろん。あれはもう安倍さんを縛りましたよね。そうでしょうね。だからやはりそこですよ、問題は。そうですね。だからやっぱりね、はっきり言うと、これ日本の中で、私は本当に安倍さんとね、その前もずっと勉強、総理になる前もね、日米なんかと含めて勉強会なんかやってたから、少しは人柄もね、頭のいい人だったし、人たらしみたいなねところもあった、なかなか器の大きい人だと思う、今の日本の政界にしてはね。だけどやっぱり安倍ですさえここぐらいまでなんだというね、妥協せざるを得ないね。でも先に天皇陛下に東京裁判士官は言われてしまったら、それは全くそうです。それに対して、精一杯の抵抗でしょう、あれが。なるほどね、そういう見方もできますね。いや、私はその陛下のね、ああいうお言葉自体がもう完全にね、その日本国憲法とかね、ああいうの認めるようなね、ずっともともとあったじゃないですか、皇太子の時代からね、だからそれをどう、これ一種の私たち保身にとっては陛下のお言葉っていうのがね、なかなか取り上げにくいあれだったんでね。いや、しかも憲法を守ると言いながら、最後は憲法を破壊してやめられたわけでしょ。そういう意味でね、結果としてそうですね。特例というね、やっぱり私もあの時もやっぱり摂政殿下をね、お立てになってね、今の金城がね、摂政としてね、と思いましたけど、だから今のこれね、年末の問題でいうと、今年もいろいろ秋篠宮殿下に対するバッシングもありましたけど、そこから来てるんですよね、実はね。昭和天皇のお子様の時代からいろんな教育を受けた影響もあるんでしょうけどね。だからその護憲論者たちがこの問題を取り上げないこと、だって法律変えてくれって天皇が言ったんですよ。そしたら「はい、分かりました」って変えることは日本国憲法体系が想定していない事態ですよね。いや、だからその星野側にもね、俺はもう簡単にできるんだと、いくらでもね、もう日本国憲法だなんだなんつったってね、天皇があれだったらこれで OK になっちゃうんだっていうね、っていう人もいたぐらいでね、いや、それは相当大きなことだったと思いますよ、ね。いや、だからこれはね、天皇機関説の2度目の敗北です。そうですね、だから天皇機関説論者だった人の系譜の人が強く摂政を主張したわけでしょ。そうです。私はそっちの系統でしたから。そっちの人たちっていうのは実は大正自由主義者の系統の先生たちですよね。保守と言われてますけど。そうですね。いや、私はだから大東戦争の時も、まあこれ明治のね時のお話で言うと、やっぱり儒教と、まあ、特に仏教ですよね。はい、廃仏毀釈なんかの形の中で。やっぱりその要素が全部消し去られた。で神道だけになって、もっと言うと、まあ、広告史観というかね、広告イデオロギーですよね。荒人神だとかね、そっちの方に持ってっちゃったっていうね、いうこと自体が本当にこれ我々の国の間違ったね、明治時代の明治維新そのものも、その皇室の在り方そのものも、もっと豊かな仏教と儒教、特にこういうものを包摂した形でその皇室がねあったにもかかわらず、そのまあいわゆるなんていうんですか、お経とかそういう聖典はない神道をね、平田学派を別には、ね、私は批判したいとは思わないけど、そういう意味で言うと歪めた形で近代化に合わせた形でそれを採用しちゃってね、というのが。やっぱり今その原点にあってね、だから本当の意味での天皇の象徴というのかな、こういった意味での道徳やいろんな道義とか、そういった日本人の良きものの象徴としてのね、あれが政治的な形で変えられてしまったっていうね、そこを反省はすごくしなきゃいけないっていうか、だからそこでちょっと私はまたそういう人たちともね、荒人神路線の三島由紀夫さんの考え方なんかとはやっぱり違うとこありましてね、もっとおおらかだった。私は座禅をやるっていうかちょっとかじったりしてるんで思うけど、ああいうものがなくなったっていう、本当に損失だったと思う。もっとおおらかでもっと豊かで、江戸の時代見てると渡辺教授さんがね、この先日お亡くなりになってたんですけど、本当に滅びし者の面影というね、日本の良さっていうのがね、やっぱり明治維新でなくなったものがすごく多いんじゃないかっていうね、そこからね、特に大東亜戦争、終わった後もそうなんですけど、その辺はあんまり私福井さんにお聞きしたことないけどね。今のね水島さんのお話を伺って、いわゆる水島さんは大正自由主義者の系譜なんですね。今おっしゃったことは大体和辻哲郎とか、津田宗吉に近いですからね。なるほど。読んでます私は。はい。むしろ文化的な側面、皇室の。そうですね。私はそれが一番の強みだと思ってるし、変な形で物質的なね、物的なものに、だから天皇陛下が各地へなんか災害行くと、ね、行貢献なさるけど、そういうことはあまりね私はしない方がいいと思ってる人間ですけどね。だから結局英国の後ろになる必要ないっていう。ネーションとステートを分けると、津田宗吉とか和辻はネーションの象徴であるけれども、ステートの元首である必要はないっていう発想ですよね。まあちょっと言えばそうですね。私もその要素で、だからこそ力を持てる、そのステートを扱う人間たちにね、力を持つことができる、君臨できるというか、そういう形の、だからそれが天皇だろう、で非常に民族的にうまい知恵をね、我々の民族はね、天皇という存在を、生み出したっつったら恐れ多いけどもね、そういうことになると思うんですけどね、私なんかはね。だから非常にそういうものをどんどんこそぎ落として、英国王室風に、ね、なってく、今そういう流れに、多分上皇陛下もそういうイメージ筋終わりになったのがわかんないというね。あとはやはり占領軍とどういう本当は約束があったのか。そこですね。はい、やっぱりね、それはこれは事実だから別にね、あれじゃないけど、天皇陛下が訪米なさった時、やっぱりお泊まりになったところがロックフェラーのところね、邸宅訪ねてるとかね、いうことあると、やっぱりそういう意味でのいわゆる皇室としてのいわゆる世界のエスタブリッシュっていうか、そのつながりもやっぱおありになると思うんですけどね。だからそこが純粋な国粋、ね、論者の人たちにとってはね、いやそれともう一つはやっぱり我々がこの間のどうですか、まあ金城陛下が、はい、英国の女王のね、はい、ご葬儀にね、はい、参列したって、はい、でも、まあ、我々から言うと格から言うと、皇太子殿下が行かれるべき、あ、皇太子というか今皇子殿下ですね、ということなんですね。年代とかこれから言うと天皇がというような、まあ、これは力関係の中に入っちゃってる。で、私は心からお祈りを申し上げますと、この地でね、というのは発酵一流というのはそういう世界だから、天皇はこう宮城の中で女王陛下のためにね、お祈りをしていただくという、そして具体的なあそこには参列は、まあ、秋篠宮皇嗣殿下が行かれるというね、というような感じが私はしたんですね、あれなんかもね。いやでも本来はそれが良かったのかもしれませんが、もう皇室外交とかってこんなに海外にいろいろ行ってるのに、この重大な時に行かないっていう選択肢も難しいですよね。全くおっしゃる通りで、今までずっと水島さんがおっしゃったように過ごしてこられていれば問題なかったですが、今回から急にはできませんよね。だから中国まで行ってね、というふうになるとね、だからおっしゃる通りなんですよ、本当に日本がガタガタになってるっていう、そういう意味では自由主義的な右翼男としてはですね、なかなか辛いもんがあるというね、でもいつもでも年末お話を伺って思うのは、大丈夫ですよって感じのねボロボロになってもなんとかっていうね、あれはまあ、我々いつも心配し続けるというか、だから私なんか今最近思うのは、皆さんに訴えているのは、自分が一人でも残って日本人みたいなね、ものを問うていく、自分が日本でやるみたいなね、感じを持っていくしかないと。もうここまで教育やいろんな意味で進んじゃってるとね、まあ、もうこれ仕方がないから、最終最後の退却戦のしんがり舞台をみんなで務めましょうと。でもそんなに思い詰めなくても移民の制限さえすれば問題ないと思いますよね。いやいや、そうなんですよ、いや本当にね、真面目な話、具体的にそうなんですよ。なんで私は安倍さんを見限ったかというと、それなんですよ。これさえやめとけばね、まあ、別に一人も入れるなって言ってるわけじゃないんで、大事な人はどんどん入れてもいいからね、ちゃんと管理をして、精査もして、それから国籍帰化するのもちゃんとね、しっかりと厳密にやって、日本という国の、まあ、国柄国体と言ってもいいんだけど、それがだ一番私が思ってるのは、国体というのは我々が特攻隊員もそのいろんなあれも帰る場所だと思ってるんですね。文化でもあるし、伝統でもあるし、先祖供養でもあるし、先祖崇拝でもある。でこういうものを日本持ってたんだけど、この国体っていうのが本当になくなってきた。それが危機でね、日本という国、さっきおっしゃったようにステートというか、そういうのはあるけども、ネーションとかカントリーというね意識の国というのかな、こういうもの自体が本当に我々の国、まあ、意識的になくされようとしてるというね。人間大丈夫ですかね。大丈夫でしょう。日本人ほとんど日本語しか喋れないしこれだけ英語と言ってますがそうですね、5カ国語でしたっけ。それいや大したことありませんが、僕はすごいんですよ本当にこういうのなんかさりげなく私に渡すけど、これ俺に読めっていうかっていうねいう感じがするわけですよ。これ先生に私はこうやってまずね、これコピーして、でここ大事なところで打ち込んで、それで翻訳機っていうかな、あれにかけてちょっとこれを、それからもう一回、一応大学入学までは英語はそれなりに読む英語はできたからね、というぐらいしかできないんでね、この方はもう英語だけじゃなくて、もうフランス語だロシア語だなんだって、もうまあ、一種の天才でしてね、本当に一種っていうか一種じゃなくて本当にそういう意味で天才なんですけどね、その発想で言うと日本語さえ大事にすればという非常にこう知多的なことで、私もそう思ってるんですね。日本語さえ残っていけば、あるいは皇室が残れば日本というのはずっと残る。いろんな政治体制とか政治制度が変わっても日本語がちゃんといい日本が残っていけば本当にあると思いますけど、その日本語も結構危ないですよ。でも今そうですか、三村さんっていうね、三村早苗さんって言ったかな、日本語のアメリカ英語がね、世界今もう世界標準になってるじゃないですか、やっぱり。これ本当大丈夫ですか？だって実際話してますか、日本で。いや話してないけども、もう日本語自体が痩せ細ってきてる。これすごいですよ。でも子供たち、若い人の日本語のその新たな日本語の可能性を探る動きもすごいですよ。ああそうですか。いやそれはもう若い人とね接してる方だから、学校でね大学で。あそうですか。そう、問題ないと思いますよ。これほどまでに英語ができない国民も少ないですからね。ねえ満体ですだから。いや私もそう思いますよ。いやもう私一応学者になるとドイツ語をねやったのよ。もうそれがもう私が絶望的な気分になるのは、ダメなんですよね。もうすっかり忘れましたね。50何年前ですから。だから日本の知識人ほど日本語しか読まない知識人は少ないと思いますよね。ですね。いやだから鴎外とかああいうの見るとね、ファウストまで翻訳してね、こいつどの時間に軍医やって、学者やって小説書いてあるだけ、で翻訳までやってるわけですよ。いやだからね、和辻哲郎のことを今バカにする人多いですけど、和辻は英語もドイツ語もフランス語もオリジナルで読んでるんですよ。そうなんですよ。ここが違うとこね。いやまあそういう意味ではね、頑固なね、日本語を大事にするっていうことがね、まあ多分家族の中で交わされるものと式の感じ方と生死というか生き死にの問題大体やると日本が中心になってる部分がなんとなく分かると思ってるんだけどね、やっぱりそうですか。青山学院はそういうふうにの青年たちは大丈夫ですね。いや青山学院は具体的にどうか分かりませんが問題ないと思いますよ。そうですか。日本語さえしっかりしてるのは大丈夫と。例えばこういうのはどうですか。今ウイグルとかね、あれはまあその大量虐殺されてる、同時に300万人収容所に入れられてる、子供も入れられてる、で言葉は全部中国語、で特に子供たちにね、というこのね家庭を破壊してますよね今、ウイグルの家族制度イスラムの、これは大丈夫ですか。いやただしそれ日本と状況が違うのは、例えばウイグル語で物理や科学勉強できるんですか。多分要は母国語で本当に全ての近代社会にとって必要な教育ができるのかどうかっていう問題もあると思います。それはありますね。よく言われる中国共産党の共産主義用語が日本から出てるというね、日本語の訳から共産党の漢字が出てるっていうね。そうだからウイグルの人とかも、要は明らかに中国語の方が豊かな言語でしょうね。まあそうでしょうね、実際。いろんな意味でのね、現代に対応してるから、そこはどうなんだろうと。で今までのそのウイグル式の社会のやり方でやっていけるのかどうかっていう問題はどうなのかなっていうのが。そうなんですね。まあ日本はハッピーです。そうですね。ノーベル賞日本語しかできない人でも取れましたからね。まあそうですけど。いやそれとあれですね、私安心するのは最近国鉄というじゃなくて JR が英語でやるんですよ。ドアオープンライトサイドとかね、日本語英語を聞くとね、いや今言ったそれがなるほどこれはいいなと、流暢な英語で言わないで、カタカナで読んでる英語をやってくれると本当嬉しくなるんだけどね。それより日本語しかできなくても困らないってことです。重要なのは。そうですよね。いやだからその幸せというかね、そういうものを本当に、それともう一つはやっぱり古典とか昔の本とか、これはどうですか。ものすごい読書だと思いますけど、これ子供がね、本を読まない不幸せっていうね、もうゲームとかいっちゃってるじゃないですか、どう思われますこれは。いやでもね、結構スマホで読んでんですよ、字は。読んでんの？読んでる。そうかな。次々にねスタイルが変わるから、例えば最近ほら字書かないとか言うでしょね。でも我々のひいおじいさんぐらいまでは毛筆だったんですよ。毛筆で書けます？書けますでしょ。だから全然書けません。だから変わっていくんですよ、テクノロジーは。そうだね。まあだからそういう意味で言うとね、国語の問題っていうのはすごく面白いんでね、旧仮名遣いのあれ問題とか、やっぱり今頃になってですね、これは70超えてそういうね言葉とか物の愛おしさとかやっと気が付いてるぐらい、ね、いや大体70過ぎてからなんです、そういうのはね。はいまだじゃあまだ10年はい、まあというようなことでですね、福井さんと対談すると本当になんかね、来年ももしかしたらいいことがあるかもわかんないっていうすげえことも起こりそうな感じもしますけどね、そういう意味で人間というものがなかなか捨てたもんじゃないってことを毎回感じさせていただいております。日本人もね。はい、ということで今日は福井慶孝さんにお話を伺いました。ありがとうございました。